シーズンは6試合で2勝3敗防御率 2.31 ということなんですが、すごいいいもの持ってますね。このフルカウント、空振り、そのバットコントロールのいいという秋広から空振りを取りました。才木の立ち上がり、まあ、力を込めて、まあ、少し高めではあったんですが、長身の秋広スイングしていきました。ジェラセリーグ阪神巨人初回ジャイアンツ無得点です。ジャイアンツの先発が松井颯ということで、こちらは育成ドラフト1位でこのジャイアンツに入って支配下登録されての、まあ、ルーキーピッチャーということになります。これがプロ2試合目の登板先発ということになります。この松井颯です。前回の登板の時にはフォアボールは1つ、ここでスライダーです。緩い当たり、ファーストピッチャーにトス。タイガースも初回は3人で攻撃終わっています。ジェラセリーグ阪神巨人1回終わって0対0ですというところにはなってくると思いますけど、まあ、簡単にアウトコースまっすぐっていうのはね、レフトへジャストミート入った。そのミエセスに対してストレートを投げ込んだ、その1球を一閃、ミエセス甲子園のスタンドに放り込んでいきました。ずっと以前からやっていたというあのギャルピースポーズで天を仰いで、今シーズンの第3号、タイガースが先制点です。いやー、福留さんがおっしゃったところだったんですけど、ストレートを思い切り叩いていきました。そうなんですよ。今年は4月9日のスワローズ戦と4月16日の DeNA 戦にともに7回投げ切ったゲームがありますが、彼自身の最長イニングに入ってきました。ライトへ大きな当たりだ。今日ホームラン打ってるミエセスの頭の上を越えてそのまま入りました。同点ホームラン。このところ3番に定着しているこの秋広の一振り、今シーズンの第4号はライナーで飛び込んでいきました。長原監督のこの表情です。いや、秋広の一振りでしたね。いや、まあ、ライトへね、この風の中で、はい、ってなるとこの高さでしか入らないっていう高さで、はい、持ってきましたね。まあ、いっぱいのとこですが低い弾道できましたね。最終的にはやっぱキャッチャー大城もそのあたりを決め球であった。まあ、意図みたいなものは分かったんですが、ちょっと初球よりも甘く入りましたよね。そうなんですよね。はい、こうどうしても初球にある程度いいボールがいってしまうと、本当はキャッチャーもこれ確実に今ボール要求なんですよ。あの大きく外してますよね。そうなんですよ、はい、だからキャッチャーの意図とピッチャーのやりたいことがもうちょっとね合ってないんですよね。合ってないですね。なるほど。いや、これもちょっと野球の怖いところですが、まあ、やっぱりもうある程度曲がり球というのはね、はい、頭にあったと思いますし、はい、大山レフトの左ヒット、三塁ランナーの先はゆっくりとホームイン、あと大井よりもう一人三塁キャンバスを回ってホームイン、大山2点タイムリーツーベース、一気にタイガースのリズムになりました。4対1。いや、福留さん、野球は怖いね。やっぱり先ほども言ってましたけど、はい、一つのミス、やっぱりこういうミスがあると勢いのあるチームには本当に簡単につけ込まれますね。ですね。まあ裏返せばタイガースが今それにつけ込めるという状況であるというのは確かですけど ね。こういうところね、集中力というのはすごい非常に高いですし、まあ、つけ込めるんですけども、やっぱりそこでね、やっぱ相手のミスでフォアボールが絡む、はい、やっぱどうしても点は入ってきますよね。入ってきますよね。もう押せ押せの形になりまして4対1、3点を勝ち越して、ここでジャイアンツは内野は前進守備。初球打ちセカンドゴロ、早い勝負で試合終了。岩佐がしっかりと投げ切りました。4対1。タイガースこの甲子園で
ジャイアンツに3連勝、通算で2021年以来の8連勝ということになりまして、同時にデーゲームでも8連勝ということになりました。勝利投手佐伯、対戦投手は田中、湯浅にセーブがつきます。少ないしですね、最高です。でもチームが今すごい、乗ってる、乗ってたので、まあ、自分もねそこの波に乗っていけるように今日で、巨人3連勝して、交流戦行くつもりで思い切っていきました。そうですね、まあちょっとなんかいつも僕いらん点取られてるんですけどちょっとまあ、でもしっかり、投げ切って7回の裏に野手の皆さんがすごい点取ってくれたんで、すごく嬉しかったですね。そうですね、まあその辺はすごくいい風に、来てると思いますけど、まあまあやっぱ今日はもう僕の隣にいるノイジーさんが素晴らしいバッティングをしてくれたんで、すごく楽に投げることができました。英語で？あ、僕がすか？ I love you. At that point, just try to get a hit. You know, at worst, try to get the run in. まあ、あの場面、もうランナーを返すだけでした。しっかり打ててよかったです。Yeah, I mean, I've been struggling lately, so to come up in that situation and be able to get the job done felt really good.まあ、いい感触で打つことができました。まあ、そこの場面自分の仕事をするだけだったので、自分の仕事ができて本当に良かったです。Oh, I love you too. Wow. Yeah, I just want to say thank you guys for your support this year. It's been incredible, you know, especially moving here and playing for a season. I can't thank you guys enough for showing up and cheering the way that you do.今日も試合に来て応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんの応援がすごい力になりますし、この日本に来てプレーしていて本当に皆さんの力っていうのがね自分の力にもなっているので、これからも応援よろしくお願いします。I'm definitely going to give it to my kids and let them play with it. 2人の子供にあげて遊んでもらおうと思います。アツダツです。まあ緊張、まあ、この前も緊張しましたけど今日ももちろん緊張してて、まあ、でもそれよりうずうずしてたので0点で抑えることができてよかったです。そうですね、やっぱりブルペンの先輩たちが、まあ、自分がいない間なんていうんですかね、まあ、自分が下でやってる時ずっとゆっくり戻ってきていいよって言ってくださってたので、自分も焦らずここまで戻ってこれましたし、今度は自分がブルペンの力になれるようにみんなを助けられるように頑張ります。そうですね、やっぱり、まあ、チームもいい感じで来てますし、まあ、これから自分ももっとこの勢いに乗ってチームの力になれるように自分のしっかりピッチングができるように頑張ります。